んこんにちは、トミックです。今回やってきてるのはサンフィッシュ釜石という一般人も入れるタイプの市場でございます。岩手県でございます。岩手県って言ってもみんなが知ってるようなさ、盛岡とかそういう新幹線が通ってるところじゃなくて海沿いの方なんですよ。でなんでね釜石に来たのかっていうとリクエストもあったわけですよ。俺岩手県行ってないじゃないですか。三陸の方の釜石海鮮めっちゃいいですよという情報があってですね、調べたところを見つけたのがこのサンフィッシュ釜石というところなんですよ。アクセス面は良さげなので一回記録として行っておきますっていう感じなので、この中どんなもの扱ってるのか、そして飲食店皆さんに紹介していくので、海鮮好きは絶対にグッドボタン、チャンネル登録まだの方登録お願いします。今回はサンフィッシュ釜石、岩手県釜石市にある魚市場。アクセスで言うと釜石駅の目の前です。あれが釜石駅なので、駅出てロータリー渡ったらすぐ。そして釜石といえば何？そう思いながら観光に来る人のために教えてくれる建物もあります。鉄と魚とラグビーが有名らしいです。こうやってハードルまで上げてるので相当魚に自信があると。そんな釜石を今までやってこなかった自分を10いや100発ぶん殴りたい。なのでこの動画で海鮮丼偏差値65は出るんじゃないかと期待してます。電車じゃなくて車で来てよって人のために駐車場もあります。地元民用の駐車場かな。サンフィッシュ釜石は2階まであって、1階と2階で入り口が分かれてます。合ってないようなもんですが、で1階は入り口すぐにラーメン屋があって鮮魚店があります。こんな感じの市場よく見ます。で中にテーブルがあって、ここで買ったものを食べれたり浜焼きもできるみたいです。でまた先の方にも魚を売ってるお店があります。で鮮魚店の裏にもテーブルがありました。もちろんここで浜焼きもできます。売ってるものも魚1匹とか本当によくある魚屋さんで、珍しいもので言うと釜石さんのマンボウ、あとサクラマス、もちろん釜石さんのね、魚も釜石さんのものが多いです。なんたって鉄と魚とラグビーの街ですからね。あと生きてる貝類、これはおそらく浜焼き用だと思います。それと干物系、これも浜焼きで食べるようですかね。産地は宮城や北海道、釜石とバラバラです。あとは加工品系ですね。瓶に入ってるウニとか塩辛、結構いろいろあります。なんか個性的なものがちらほらありますよね。それと刺身、そのまま食べられるのでそこのテーブルで食べてもいいし持ち帰ってもいいしって感じです。あと別のお店でも貝が売ってました。それと奥の方まで行くとレンタルキッチンがありました。みんなのキッチン、使用料1時間1000円、タラなど大きい魚、大量の魚をさばけます。生ゴミも処分いたします。ということは魚をさばく YouTube を始めたいって思ったらここでできるわけですから、1時間1000円で生ゴミも処理してくれるなら絶対ここでさばいた方がいいですよ。家で魚をさばく大変さってやったことある人にしかわからないのよ。そして階段を登った2階が飲食店になってます。なんか思ってたのと違う気がしますが、これも経験ということで、主に居酒屋とかスナックとか夜に盛り上がる系のお店です。てかスナック多いですね。そして唯一お昼にやってる和食屋さんだけど、残念なことに今回は貸し切り営業なので実質ここでお昼を食べられる飲食店はありません。そして階段から降りると最初に見せた入り口に出ます。いろいろ見たんですけど、どうやらこのサンフィッシュ釜石の飲食店はどっちかっていうと夕方から夜みたいな、なんかお酒を飲んでみたいなところがちょっと多いっていうか、まあ、なんか空いてるところがないんですよねっていう感じなので、ちょっとこの近くにこの飲食店だけあるタイプの施設があるんですよ。ちょっとそこに行きます。そんなわけで美味しい海鮮丼やら寿司を食べたいということで来たのが釜石魚河岸にぎわい館という場所。魚河岸テラスとも呼ばれてるところらしいです。アクセスで言うと釜石駅から徒歩で20分ほどで行きます。ちなみに無料の駐車場もあるので車で来た人でも安心。あの奥の階段を登ると2階のテラス席に行きます。三陸ジェラート、釜石に住んでる方はここでジェラートを買って海を見ながら食べましょう。魚河岸テラスはサンフィッシュ同様1階と2階があって、2階に飲食店が集結してるみたいです。で営業時間も店によって全然違います。中はこんな感じで、2階の階段の横に飲食店のおすすめメニューとかが書いてありました。冊子のメニューも全部置いてあるので、あらかじめここで食べたいものを決められます。おしゃれなところが多いですね。なんかデートとかに向いてそうで、基本的に1階はこれだけなんで特に見るものはないですね。あるとすればプチ水族館、ここで魚の勉強をしてくださいという意味だと思います。磯目が売ってたのでここで餌やりができます。1個600円、結構いいお値段しますね。で産直コーナーで言うとラーメン系ですね。ウニラーメンとか三陸ラーメン、醤油とかメカブとかそういうのも売ってました。あとはおつまみ系ですね。そして奥にはジェラート屋さんがありました。14時から16時までとなぜか2時間営業。2階はこんな感じで飲食店があります。お寿司屋さんからピザ屋さんとか食堂とかですね。で奥のところは満席、これは席が少ないのか
人気だからなのか、ここは後で行ってみましょう。そして手前側の方のレストラン、なんか広尾とか目黒にありそうなおしゃれなレストランですよね。もしかしてここは岩手の六本木とかなのかな。ちなみに外に出るとこんな感じのテラス席があります。奥の方には釜石の卸売市場がありました。つまりここで食べられる海鮮は魚市場から直接仕入れた最高の海鮮ということですよ。そんなわけで1軒目はここに行こうと思います。本日の地魚とか書いてあって、海鮮丼とか握りとかいろいろあります。で、握りが特上で5100円っていうのもあれば、1400円で食べられるのもある。海鮮丼も1700円、極上海鮮丼4700円。ここに来てすげえのがあったな。で、下には3000円の海鮮丼もありました。ネタもちゃんと書いてあるんですよ。今回は久しぶりに一番高い4700円の極上海鮮丼いっときましょう。店内はテラス席が見える和食のファミレスみたいな感じですね。唐戸市場の2階の海鮮丼屋に雰囲気が似てます。ちなみにここもテラス席で食べることができますね。釜石丼990円、安い。これも下にあったメニューと同じですね。この1700円の海鮮丼でも美味しそうなんですけど、もうここは奮発して4700円のやつですよ。っていうか、ここ全体的に高い気がする。本当に釜石の人ここで食べるのかな？それか釜石の人はお金持ちか。これが4700円の極上海鮮丼。とりあえず初見で色々言いたいことがあると思う。それは俺も同じ。もう一度言います。税込み4700円、ほぼ5000円ですよね。なんかもっと大きくてえぐいやつ来ると思ってたんですけど、いや、もしかしたらネタがすげえいいのかもしれない。丼の大きさはパスも2倍分というか、居酒屋とかで頼んだら出てくる、あの分けるタイプのサラダあるじゃないですか。あのサラダが入ってる皿ですよね。ネタが、イクラ、ウニ、大トロ、薄、これ多分養殖の大トロですよね。前に和歌山の黒潮市場で食べた1万5000円の海鮮丼の大トロ。小餅昆布、アワビの刺身、アナゴもよく回転寿司で見るタイプのやつ。さすがに4700円なんで、エビはボタンエビでした。サイズはちょっと小さいけど。あと、近畿あたりの炙りかな。お気持ち程度のホタテ。あと、草。本当にこれだけ？ちょっとハマ汁という汁物がついてました。中に粒貝が入ってましたね。正直油断してました。だいたい口コミとかでわかるじゃないですか。地雷とか、ぼったくりとか。でも全然そんな素振り見せずに、不意打ちで地雷来ましたからね。まあ、見た目じゃなくて、味なんで、腹をくくって海鮮丼いただきます。ボタンエビですね。で、ボタンエビに関しては濃厚で柔らかい身でした。なんかサイズが小さいのはま仕方ない。で、ウニはミョーニチャー。だいぶ食感強めのミョーニチャーでしたね。で、5000円近い海鮮丼で岩手の釜石っていうことで、ま、ウニだけはって思ってたけど、なんとも言えないウニでしたね。量は軍艦 1.5 個分ぐらい。で、ご飯は優しめの酢飯でした。かもなく不可もなくなご飯。イクラはさすがに美味しかったです。イクラの風味が強い濃厚なタイプ。そしてアナゴですね。これは見た目通り回転寿司で110円で出てくるアナゴそのまんまですね。しかもこれも一切れだけ。で、小餅昆布ですね。これが海鮮丼に入ってるのは珍しい。薄めにカットされてて、ハズノコのプチプチが良かったです。そして大トロ。これは見た目ほど重くなくてみずみずしい身でした。かなり薄かったんで、ちょっとわかりにくいかな。でも筋は感じなかったです。これはさすがに2切れ入ってました。ホタテは小粒のものが1つ入ってました。柔らかいホタテ。以上。タイは柔らかめの身でまともなネタでした。正直草系のものはいらなかったんですけど、ワカメは良かったです。それか岩手の海鮮丼がこう草系のものを入れる文化なのか。炙りの身はお酢で締めたような食感がしましたね。これちょっと臭みを感じました。例えるなら寝かしたネタの外側そのまま食べた感じ。ちょっとこれ分かる人には分かってほしい例えみたいな。正直岩手の一番巡り初めてだし、釜石にめっちゃ期待してたから、いろいろフォローしたいところではあるけど、これに関しては、俺じゃなくて、誰が食べても同じ感想になると思う。値段とクオリティが合ってなさすぎる。それか釜石は物価が高いか。これが3000円ぐらいだったらよくあるタイプの海鮮丼ですねで終わりなんですよ。税込み4700円ですからね。これはね、海鮮丼偏差値は42です。他の1700円のクオリティがどんなものかわからないから何とも言えないけどね。ちなみにハマ汁みたいなものは出汁がすごい出てるというか、なんか居酒屋のちゃんこ鍋みたいな味でした。粒貝も程よく煮込まれてて美味しかったです。そのわけで次は先ほど見せた満席だったところ。入り口の方にメニューがありました。これも下にあったのと同じですね。1日5食限定マグロ香味だれ丼1800円。限定メニューがあるのは気になる。こうやって見てもやっぱ釜石って物価高いのかな、海鮮丼以外にもハンバーグとかそういうのもありました。店内はおしゃれなハンバーガー屋さんみたいな感じ。喫茶店にもなりそうな雰囲気。で、メニューは外にあったのそのまま。で、海鮮丼は3種類あって、上海鮮丼が3000円。海鮮丼が2500円。
三種丼1800円、夜だと200円ほど高くなります。今回2500円の海鮮丼を注文します。これがさっきの4700円の海鮮丼とどれくらいクオリティに差が出るかですよね。常に満席なんで相当人気ということですよ。これが2500円の海鮮丼。海鮮丼の見た目としては悪くないですよね。これ写真出して、どっちが2500円で、どっちが4700円でしょうっていうクイズを出したい。ネタがマグロ、サーモン、卵焼き、イクラ、イカ、ホタテ。で、丼も結構大きいですよね。で、味噌汁と小鉢がついてきました。わさびは別皿。味噌汁は安定のスッキリしたタイプの油揚げとわかめの味噌汁。まずこのサーモンですよね。これは一切れも大きいし、厚みもある。弾けるような食感でプリプリしてる。その中でも油を感じるという、ちょっと変わったサーモンだなって思いました。このサーモン、マグロは3切れずつ入ってました。醤油も出汁の風味がする、スッキリしたものなんで、油の乗ったネタとよく合います。ご飯はすし酢にがっつり浸されたような酢飯。すし酢の甘さがすごい出てます。イカは濃厚な食感と風味があるんで、それを酢飯が包み込んでいい感じに食べられます。マグロもサーモン同様一切れがでかくて分厚いんですよ。口の中に入れるとマグロ特有の脂が出てきて美味しいです。卵焼きはめちゃくちゃ甘いですね。既製品なんだろうけどすげえ甘いんですよ。で、イクラよくある醤油漬けのやつなんですけど、これ酢飯が強すぎてイクラの風味を酢飯が全部飲み込んじゃう。それだけ酢飯の存在感が強いです。口の中が寿司酢でコーティングされてるなってぐらい寿司酢が残ってる。ホタテに関しては1軒目と全く同じですね。粒は小さいけど柔らかい。濃厚な感じとか甘みはないけどホタテの風味は感じる。これで2500円。海鮮丼偏差値で言うと52。これは酢飯がだいぶ強かったんで好み分かれるなって個人的に思いました。皆さんは1軒目と2軒目の海鮮丼どう思いましたか？それを含め感想コメント欄でお待ちしております。いや、4700円の、いや、なんか、高くて同じぐらいの2500円の2軒目と同じぐらいだったら、値段がね、まあ、ってなるけど、ちょっと47はやりすぎかなって思っちゃいましたね。豊洲のさ、千客万来って、値段も高いじゃないですか。ある程度いいネタを使ってるんですよ。それなりの値段するけど、普通の人が食べたら、まあ、美味しいだろうっていう ぐらいのクオリティを持っていたんで、これに関してはもうごめんなさい。誰が食べても多分俺と同じ感想になると思う。岩手の面白いところあったらリクエストを教えてくださいっていう感じなので、毎回みんな見てくれてグッドボタン押してくれるおかげでこういったね、市場巡りができるので、今後も継続していくために絶対にグッドボタンとチャンネル登録お願いします。